国力がね、ありましたよね。そしてそれが今なぜか急速に落ちてしまった。例えばつい昨日かな、第一生命のチーフエコノミストの方がね、日本経済総崩れなんですよ、年率で GDP マイナス 2% でしょ。で、所得はね若干上がってるんだけど追いつかないんですよ、物価高に。だからお金使えないんですよ。もうそういうことがもうどん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 国内で落ちてるじゃないですか。だけどこれはつい今起きてるだけじゃなくて、この10年20年30年まるで賃金は上がってないわけでしょ、ね、下がってるわけですよ。逆に470万ぐらいが、ね、あったの430万台入った。そして一番違うのはね、30年前は負担が低かったんで 32-3% だから税金と所得税合わせてね、今 48% ぐらいになってるわけでしょ。これさらに上がると言われてる。そして僕はね、いつもアメリカ長いんでね、アメリカと日本行ったり来たりする生活をもう20、30年近くやってます。そうするとね、一つのとこだけ言うと見えないこと、ちょっと見えることあるんですよ。どん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 アメリカがおかしくなってるってことを私は3冊の本で書きました。日本で報道されないぐらいひどいことになってます。景気も悪いです。簡単に言うとね、大きな世界の流れが日本にも来てるんだけど、グローバリストっていうね、これはごく少数のエリートたちなんですよ。簡単に言えばウォール街にいる国際金融資本でありね、大企業ファイザーだ、ゴールドマンサックス、ラックロック、こういうところを中心として、まあはっきり言って世界の金と権力を握っている少数の人たちが決めたアジェンダってやつがあって、これは EU を作ったり WHO や国連のなんていうね、こういうところに作った人たちなんですね。これはっきり言ってこの人たち誰も選挙で選ばれてないんですよ。だけどね、彼らが簡単に言うと、あの例の今パンデミック彼らが決めるんですよ。 LGBT、 これもね、これから30年前聞いたことないでしょ、 LGBT。 だけどこの LGBT 差別はいけません。確かに我々全くその気はない。だけど男と女の垣根を取っちゃうのはこのアメリカの起きてる世界で起きてることだからね。つまりね、ヒーとかシーを言えなくなってるんです、アメリカ今。ヒーとかシー、マミーとかダディが言えなくなってるんです。そんなことありますか。そう起きてるんです、実際に。そしてそれはトランスジェンダーというどっちの国にも入らないたちがいるから、それしなきゃいけない。だけどね、これってね、例えば普通一般の人はどうですか。アメリカの全体の一般の人々はまるでそう考えてない。だけどごく一部の少数のエリートたちが勝手にワシントンやニューヨークにいるメディアを含めた人たちが、あ、これはこうだから、ああしろこうしろと我々に押し付けてるんですね。これがずっと起きてる。そしてそれに対して唯一反対の声を出しているのが参政党という国政政党なんですよ。これね、簡単にもっと分かりやすく言いますけど、おかしいって皆さん思ったことを国会の場で、今たっかり一人しかいない神谷さんというね、参議院議員が声を上げて、これおかしいんじゃないですかってね、にしてもおかしいでしょうと。あるいは LGBT 自民党8割の議員が反対しても取っちゃったわけでしょ。なぜですか。反対に言います。この国はまだ主権がないんですよ。主権、つまりね、戦後の、まあ、80年前のあの憲法、ね、外周国アメリカの GHQ によって作られたあれを未だに我々は一行も変えることができない中で、そして我々は全て向こうで決められたことをただ従うだけ。日本の、まあ、岸田さん、私よく言うのは地方大官、アメリカに来た総督が今アメリカ大使館にいますよ、一人、ね、で我々はその言うことを入って聞いてずっとそれを続けてるわけです。これで今日本の国内の経済はこうなってしまった。一つ海外の話をさせていただくとね、とんでもないことが起きてますね。去年から戦争がイスラエル、ハマス、その前は2年前からウクライナ、ロシア、どっちが言われる話は今ここでやる気ないんです。ただね、今一気にまた起こりましたね。スロバキアの大統領が暗殺未遂があって、イランの大統領プラス7、8人の外務大臣とかが飛行機ヘリコプターが起こって死亡した。これ偶然だと思いますか。私はね、あんまり偶然っていう言葉はねないと思っています。ある意図が持って、あるところがこういうことを仕掛けてきた。そしてそれは簡単に言うとね、今僕がフォローしているアメリカの元軍人とか保守系の方々ね、限りなく第三次世界大戦が
近づいてるって見てるんですね。日本にいて多分そんなこと言う人いないから、私も別に脅しに行くことはまるでないんだけど、明らかに一歩一歩大きな大戦が近づいている気がしています。それで我々何やってるんでしょうかね、今まで30年同じ通り同じ政治家を選んできたんじゃないですか。その結果がこうなっちゃったんじゃないんですか。そしてそれはだからね、政治家や政党や官僚だけのせいじゃないです。選び続けてきた我々日本国民にもね、問題があるんですよ。問題は世襲議員が半分ですよ、自民党なんか。私の生まれた青森県なんかほぼ大半ですよ、世襲。まあ優秀な方の中にはいらっしゃるとは思いますが、参政党には、ね、一人もそういう人はいない。参政党の特徴っていうのはね、つまり普通一般の人々が、一般の人々がね、おかしいと思ってるのって入って、これっておかしいんじゃないですか、おかしいんじゃないですか、 LGBT ね、倒する気はない。だけど法案があまりにもスピードでどこかの国の大国からね、圧力で内政干渉で変えられてしまった、こういうことに対してね、一つ一つ移民もそう、江崎さんがさっき言ってたけどね、私はアメリカでこの移民はずっと見てきてます。そしてこの3年バイデン政権で1200万人あっという間に入っちゃったんですよ。そしてそこに対して今この民主党政権はなるだけ選挙を投票権を早めに与えていこうという法案を通そうといろんなところでやってます。つまり目的はそこなんです。民主党一党永久独裁政権なんです。この動きがはっきりと起きてるのが今のアメリカの動きなんだけど、日本のメディア見たら全然わからない。これが我々の悲劇だけど、この中集まってる方々はね、どこかでおかしいってネットだとかで情報を取ってる方が多いわけですよ。ですからね、ぜひ我々はそういう理解して、本当にね、この情報の質を上げていかなきゃいけない。ずっと騙されっぱなしで来て、ただテレビで新聞でやってることだけ、そうだそうだってやってきた結果がこうなっちゃったんですよ。なんでここまで経済、ここまで悪くなるんですか。先進国の中で G7 で、ね、イタリア、最後のドンケツのイタリアまで抜かれちゃってるんですよ。今日本人の給料はアメリカの4割ですよ。オーストラリアの半分なんですよ。まあ円安はあるけどね。だけどなんでこの円安ってね、大企業にはいいですよ。円安ね、儲かってるでしょ。日本国政府にも入ってくるって言われてます。だけど一般の90何パーセントの我々はどうなんですか。何でもかんでも全部上がってるじゃないですか、ね、だけどこれもっと起きますよ、この秋にかけて。私ずっとこれ一人ですけどね、あの本でも書いてるんです。アメリカで起きたことは必ず日本で起こる。何か真似ばっかりしてるから。アメリカの、ね、SDG だとか、ね、いろんな、脱炭素化。日経新聞読めばね、脱炭素化、毎日載ってるんですよ。毎日。なぜですか？あれ、書かせてる勢力があるんですよ。なぜですか？儲かるんですよ。ある特定の人たちに10兆円単位でファンドがもう組まれてるんですね。政治家もこの間捕まったじゃないですか。どんどんあの手の金がバン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 入ってくるんですよ。新しい利権なんです。だけどそれを我々、私東北でね、世界各地なんだけど、あの東北特にね、風車が乱立してるわけ、太陽光パネルで。どういうことかっていうと、山を切り崩してるんですよ。森の木を切ってるんですよ。どうやってこれで環境破壊でないって言えるんですか。環境破壊そのもんじゃないですか。それを許してるんですよ。なんで脱炭素化という美名のもとで再生エネルギーだったら何でもいいって、そんなわけないでしょ。ちょっと子供で常識ある、ね、大人の考えたら分かる。それをもうどん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 決めた例のいわゆる WHO とってもそう、超国家機関、国のね、アメリカ、イタリア、こういったところの国の一つ上にある超国家機関が決めて我々に言ってるんです。彼らは一人も選挙で選ばれた人はいない。だけど極少数のグローバルのエリートたちがメディアを含めた、で日本のメディアはね、こういった欧米メディア、メディアをね、まあ、はっきり言って下請けですからね、横文字を建物が気にするんですよ。そういう仕事やってるからね、まあ、まあしょうがないってしょうがないんだけどね、これ知ってる人はみんな知ってる。だけどここで我々はね、簡単に何をやんなきゃいけないんだ。まずこれ気づくことですよ。陰謀論でも何でもないんだから、まあ、グローバリストという言葉自体はね、別にそんなにもうアメリカで一般的に使われている政治用語になってますよ。だけどね、そういう中で反グローバリストを唯一掲げている政党がこの参政党だけなんです。
で、ハングローバリズムというのは簡単に言います。日本第一ってことですよ。日本の国益が第一に考える、ね、日本の国益っていうのは日本の我々の暮らしが第一なんですよ。そうでなきゃ困るでしょう。だけど岸田さんはじめ自民党何党何でもいいですよと、彼らがやってる言ってることは全部日本ファーストじゃないんですよ。日本の前に国際協調だとかアメリカさんだとかチャイナだとか、こっちを忖度してね、もう今の岸田政権忖度政権でしょあれ、ね、まあ、いや人によっちゃ 反日政権という人もいる。だけどそれぐらい日本人の生活をまず第一に考えてもらわなきゃ困るんですよ。そんな政治家政党を今まで選んでこなかった結果がこういう風になっちゃったんですよ。今までなかったからね。参政とたったこの4年決闘して実質2年ですよ。それで今140人近い地方議員がいて、たった1人だけいる国会議員ね。だけど1人じゃダメですよ。この次いつなるか分からない衆議院で、何としてでもですね、5人10人あるいはもっととにかく増やしていかないと、この日本いつまでもこのままじゃこのままで終わりです。最後に私がいつも最後に喋る言葉なんですけど、アクションってこともあります。アクション1回じゃダメです。アクションアクションアクション3回必要なんです。どうもありがとうございました。